下柱、山本周五郎、一、茂野という老職を知っているか。茂野、石沢金之助は筆を止めて、償が木兵衛を見上げた。老職には二人いるが、どうかしたのか。年寄りの家老の方だ。母家老なら兵庫殿だろう。無論知っているが、それがどうした。俺はつくづく、と言いかけて、木兵衛は石沢の机へ手を振った。 もう片付くんじゃないのか。そう思っていたところだ。じゃあ下場してから話そう、とキ兵衛は言った。中の口のところで待ってる。そして足早にそこを去った。老いぼれの、田舎者の、わからず屋のへちゃむくれめ、地長騎兵は心の中でそう罵っていた。中の口を出て、軌道のところまで行っても罵り続け、石沢が来るまで、 通りかかる下役の者たちが挨拶をしてゆくのに、六様へ尺も返さず悪口を並べていた。家で一緒に夕食をしてゆかないか、石沢は来るとすぐに言った。この頃現れないので家の者たちが心配しているぞ。いっぱいやりたいんだ、歩き出しながら木兵衛は言った。むしゃくしゃしてやりきれない、どうしても今日はいっぱいやりたいんだ。 そんな気持ちで飲んだってうまくないだろう。とにかく家へ行くことにしたらどうだ。迷惑ならここで別れるよ。そろそろ癖が出るな、石沢は頭を振った。そういう約束ではなかったはずだ。あんなクソじじいがいるとも言わなかったぜ。どこへ行くんだ。雪の井の他にいい場所があったら教えてくれ、とキベイが言った。落ち着いて飲めるうちといえば雪の井がただ一軒。 芸者もいねえと言うんだからひでえ土地だ、そして吐き出すように付け加えた。俺はまるでペテンにかかったような心持ちだぜ。石沢金之助は黙って歩いていた。大手門を出て堀端を右へ行き、倉町から横井工事へ抜けるとばば、その柵に沿った片側並木の道を左に回り、明神の森に突き当たって、門前を右に二丁ほど行くと大きな池の淵へ出る。 雪の井という料理茶屋はその地藩にあるのだが、そこへ行くまでずっと、喜兵衛は休みなしに悪口を言い、女中に案内されて座敷へ通ってからも、まだ下の疲れは見せなかった。その茶屋は池に当面し、左右と後ろに松林がある。二人の通されたのは西の端にある座敷で、二方に縁側があり、庭へ降りる段がついている。そこから池まで約20弱。 向こうに小さな桟橋が出ていて、小舟は字は逸内であった。池の対岸は黒々と木の茂った丘で、それは城のある鶴ヶ丘と続いているのだが、その一部に鶴木八幡の社殿があり、そこは昔の鳥跡だと言われていた。江戸屋敷に熊兵という庭番のいたことを覚えているか、と木兵衛が急に話を変えて聞いた。右の米紙のところに大きなコブがあったので、 コブペイとも言われた年寄りだ。神屋敷にか、リ林を受け持っていた。覚えているようでもあるな。酒を早く、とキベイは女中に言った。魚はいつもの通り、魚んと塩焼きと味噌碗、漬物をたっぷり頼む。え、彼は右の肩をしゃくって唇を曲げた。四万二千石の浄化で、うまいのは漬物だけと来ている。 一体この土地の人間には舌というものがあるのかい。岡屋という女中は笑いながら、きれいに向かって舌を出してみせた。ごめんなさい、と岡屋は言った。この土地ではこれを舌と言いますけれど、お江戸では何と言いますかしら。舌と言うんだ、きれいは膝を打った。そんなものはしまって早く酒を持って来い。岡屋花車寝をして立って行った。悪い癖だ。 と石沢が穏やかに言った。こういうところへ来るとまるで魚が水へ帰ったようになる。まず酔わないうちに文句を聞こうじゃないか。熊平という庭番は疑い深い年寄りだった、と木兵衛は言った。この世にあるもの、この世で起こることを何一つ信じない。例えば今雨が降っているとすると、その雨を信じない。現に自分の着物が濡れていても、 それが雨の降っている証拠だとは言えない、と言うんだ。話したいのはそのことか。まあ聞けよ、とキベイは言った。彼は自分の住んでいる小屋を信じない、湯のみを信じない、池を信じないし池の中で泳いでいる鯉を信じない。もちろん自分を信じないし、地面も天も、太陽も月も信じない、すべてはただそうあるように見えるだけだと言うんだ。つまらない話じゃないか。 と石沢が言った。歳を取ると偏屈になる人間はどこにでもいるものだ。しかし熊平野はただの偏屈じゃない。何も信じないということは彼にとって立派な信念だったんだ。ある時梅林の脇に引きガエるがいた。俺は熊平を呼んでその引きガエるを見せたのさ。すると熊平はそれを引きガエるだと信じない。俺はそこで棒切れでもって引きガエるの尻を突っついてやった。 引きがるはもちろんのそのそ歩きだし、俺は熊平にどうだと聞いた。お前の口真似をするわけではないが、と石沢金之助が遮った。その引きがると熊平をちょっと片付けてくれ、お前がここへ来たのは俺に話すことがあるからだろう、その話というのを聞こうじゃないか。だから俺は今、きれいは上目遣いにテンションを見上げ、唇を舐めてひょいと片手を振った。 おい、余計なことを言うから話のつなぎが切れてしまった。冗談じゃない、えー、と。酒が来たよ、と石沢が言った。一と口やったら思い出すだろう。岡谷が小女と膳を運んでき、木平はすぐに酒きを取った。小女は去り、岡谷は休時に座った。酒きで三つ飲むまで、木平は頭をひねりながら考えてる、石沢は岡谷に話しかけた。 この家の隠居は弓の稽古を始めて、石沢と尻号になったらしい。近頃見えないがどうしたと石沢が聞き、丈夫でピンピンしていますと岡谷が答えた。ではもう弓はやめたのかな。そうでしょう。何しろ秋っぽい人ですから、と答えながら岡谷はきれいに尺をした。どうなさいましたの、何をそんなに考え込んでいらっしゃるんですか。聞き返るだ。 と石沢が言った。重野老職と引き返るを結びつけるために苦労しているんだ。じゃあ肝心なことだけは言おう。キベ衛は未練がましい口ぶりで言った。熊平の話から持って行きたかったんだが。まあいい、問題はあの老人だ。重野さんのことだろうな。無論あのジジイだ。口をしめ、話が先だ、とキベ衛が言った。 俺はこの土地へ来ても九十四日になる。まだ九十四日しかならないとも言えるが、この九十四日という日数を覚えておいてくれ。俺白国元で配下になった次長の加盟を継ぐためにこっちへ来た、と彼は続けた。次長の家を再興し、中老泉作左衛門の娘住をめとる約束で、軍大支配という役についた。泉家の娘ともたびたび会い、 大いに気に入っている。おとなしそうだ式料もいいし、妻にするには持ってこいの娘だと思う。住居も悪くない。重野のジジイが自分の控え屋敷を開けてくれたのだそうだが、庭もかなり広いし家の間取りも気が利いている。家僕のジ兵衛夫妻もいい人間で、女房のこしらえる食事も尋常だ。役所の方もまず文句はない、下役はよく働いてくれるし、 軍隊たちにも反感を示したり、不服従な真似をするような者はいない。とにかく、今まではそういう者はいなかった。これを要するに、大体として落ち着けるような条件が揃っているし、俺も落ち着きたいと思っていた。本当に落ち着きたいと思っていたんだ、とキベ衛は念を押すように言った。ところがダメだ、とキベ衛は首を振った。今日まで我慢してきたが、 あの重野のクソジジイには手を挙げた。俺は辞職して江戸へ帰るぞ。帰れやしないさ、と石沢が言った。お前はもう北島家の次男ではなく次男が騎兵なんだ。まあ話してみろ。一体重野さんがどうしたと言うんだ。俺を目の敵のように小突き回すんだ。老職部屋へ呼びつけてどなる。こっちの役所へ来てどなる。おまけに住居まで小言を言いに押しかけてくるんだ。 重野さんは温厚な人だぞ。軍大支配という役は難しい、とキ兵衛は酒をすすってから言った。それは説明するまでもないだろう。この土地に長くいて、土地の事情に通じていなければなかなか務まらないものだ。ところが俺は江戸から来た人間だし、来てから94日にしかならない、二人の助役やその他の下役たちに助けられて、どうやらジムに慣れ始めたところだ。 茂の兵庫はもちろんそれを知ってるはずだ。しかも全く容赦しない。役所に勤め出すとすぐから、どんな些細な誤りをも見逃さず、子供でも叱るようにビシビシ小言を言う。付け役の思い違いとか、下役たちの誤りまで、すべて俺の責任にして叱りつけるのだ、とキベイは言った。あんなひねくれた意地悪じじいは初めてだ、キベイは唇を片方へぐっと曲げた。 あんなジジイを親に持ったせがれの面が見たいくらいだ。じ、いや、と石沢金之助が言った。重野さんには子供はないんだ。あの年で、子供がないって。重野さんは家庭でも寂しいほど静かな人だし、謙遜で温厚な人だということを知らないものはない。これは少しも誇張のない事実だ。ではどうして、俺だけをこうひどく小好き立てるんだ 理由はいろいろあるだろう、と石沢が言った。まずお前自身の行情だ。江戸屋敷で北島の次男といえば、乱暴と放納ぶりで第一に数えられていた。俺は7年前まで江戸屋敷にいたし、いとこ同士としてお前のことはよく知っている。だからお前がこっちへ来た時くどく意見を言ったんだ。俺はそれを守ったつもりだぜ。それは認めてもいい。 しかし、重野さんは危ぶんでいるのかもしれない。物事は初めが肝心だと言うから、今のうちに締めるところを締めておこうというつもりかもしれないだろう。向かうにそんな気持ちがあればこっちに通じないはずはない。俺にだって人の気持ちを感じ取るくらいの能力はあるんだ。もう一つの理由は、と石沢は構わずに続けた。これは俺の想像だけれども、 重野さんがお前を言いてるということだ。なんだって。あの温厚な人がそれほど厳しくするというのは、お前を言いているからではないか、そうだ、と石沢は大きく頷いた。単に過労と軍大支配という関係なら、そんなに厳しく当たるわけがない、お前は今子供でも叱るようにと言ったが、重野さんはお前を言いているため、親が子供に厳しくするように厳しくするのではないか、 それなら俺にはよくわかるが、お前にはそうは思えないか。そうだ、とキベイは顔を上げた。そう思えるか。いや違う、ようやく思い出したんだ、とキベイは首を振っていった。熊平のことを持ち出したのはそのことが言いたかったからだ。岡谷は酒を取りに立っていった。あの年よりは何にも信じなかった、とキベイは続けた。俺も今は何も信じられない。 たとえ、重野老職の口から、お前を子供のように思っているとは言われても、俺は断じて信じないぞ。聞き返るもか、と言って石沢は笑った。だだっこ見たようなことを言わないでもを少し辛抱しろ。嫌でも辛抱しなくてはならない立場だが、いやいや辛抱するのでは何にもならない。この辺で腹を決めて、もし不当な小言だと思ったら重野さんにはっきり言ってみろ。 自分の責任でないと思ったらそれもはっきりさせるんだ。不平や不服なことは胸にしまっておかず、直に茂野さんにぶっつかってみるんだ。そのくらいの度胸がないことはないだろう。岡谷は酒を持ってきた。騎兵はまだ憤慨が収まらないらしく、魚をつつき酒を飲みながら、なおぶつぶつ文句を言い続けたが、石沢はもう相手にならず、半時ほどすると先に一人で帰っていった。 石沢には小之助という六歳の子供がいて、夕下は必ず一緒に食べる約束だし、それを破ると罰を食う、ということであった。まこといいようだがやってみろ、と石沢は帰る時に言った。眺めているだけでは笛の音もわからないからな。気兵は返事をしなかった。辛抱しろか、え、と石沢が去った後で気兵は言った。 江戸にいた頃はもっとキリッとしていたのに、わずか7年で嫌に収まっちまや上がった、え、田舎者め。石沢を送って戻った岡谷が、それを聞きつけて咎めた。そんなことをおっしゃるものじゃありません。そんな悪口を言うなんてあなたはいけない方よ。おいおい、お前までが意見をするのか。石沢様のおっしゃったことは本当なんです。岡屋は彼に尺をしてから言った。 茂野様はあなたを我が子のように思っているっていうこと、あれは石沢様の当てずい量ではなく、本当のことだと思うんです。でたらめなことを言うな。聞いてからおっしゃいまし、十岡屋は言った。私13から17の年まで、茂野様のお屋敷へ方向に上がっていたんです。気平は口まで持っていった酒を止め、そのままで岡屋の顔を見守った。 その頃、お屋敷には、義重郎といって、茂野様の一人息子がいました、と岡谷は続けた。私より五つ年上で、男ぶりのいい神経質な方でしたが、十万六十七の頃から酒の味を覚え、間もなく悪い仲間ができて、女遊びや博打まで手を出すようになったんです。ちょっと待て、茂野には子がいないと聞いたぞ。ええ、皆さんそうおっしゃいますわ。 重野様に遠慮して、そんな方がいたことは口にする人もないでしょう。十日屋が言った。義重郎様は小さい時カラカラだがお弱くて、何か気に入らないことがあるとか、ちょっとでも叱られたりするとすぐに引き付けを起こし、医者だ薬だという騒ぎになったそうです。何しろ結婚なすってから9年目とかに生まれた一人息子で、可愛さも可愛かったでしょうけれど、 そういうわけでうっかり叱ることもできない。わがままいっぱいに育ったんですね。道楽が始まったらもう手もつけられない。お屋敷の金や品物を持ち出す。お茶屋に泊まって10日も帰らない。博地場で喧嘩をするという始末で、とうとう茂野様も我慢が切れたのでしょう。今から8年前に感動なすってしまいました。木兵は酒をすすり、空になった酒月をぼんやり眺めていた。 それだけならまだいいのですが、十日屋はなお続けた。感動になってここを立ち抜くとき、爆地上で暴れて三人に怪我をさせ、中の一人は片輪になったということです。感動した後のことですから、別にお咎めの沙汰はありませんでしたけれど、重野の様は大層心配なすって、その三人を訪ねて詫びを言い、お金もたくさんお使いになった上、半年ばかり閉じこもって謹慎をなさいましたわ。 気兵は酒きを出し、岡谷が酌をすると、黙って飲んでから、ふと顔を上げて聞いた。その義重という息子はどうした。知りません。それっきり音沙汰なしで8年も経ったんですから、生きていて真人間になったら、とっくに帰っている自分でしょう。未だに帰らないとすると。酒がないぜ、と気兵が遮った。今度はちょっと熱くして来てくれ。岡谷は立って行った。 すると、随分辛い目にあったんだな、と彼は口の中でつぶやいた。ただひねくれた意地悪じじい、というだけじゃないかもしれないな、うん、そうじゃないかもしれない、それから少し間を置いてつぶやいた。一つ目を空いて見直してやろう。医者嫌いな人間が悪い風にかかり、くしゃみと咳と熱で苦しみながら、がんとして医者を呼ばず薬物まずにいる。 そしてやがて我慢の角を折って培薬などを飲むと、不思議に病状の警戒することがある。これは治る時期が来ていたので、薬の代わりにぬかみそを飲んでも同じことであろう。地長騎兵が忍耐しきれなくなって、いとこの石沢金之助に不平をぶちまけたのも、同じように、その状態の転換する時期が来たということ。しかもそれは単独ではなくて、二つのものが勝ち合う巡り合わせになった。 という結果を伴っていたようであった。雪の井で飲んだ日から10日ほどのち、上中の長廊下で、キ兵衛は石沢金之助に声をかけられた。その後どうだ、と石沢が聞いた。辛抱ができそうか。うん、キ兵衛は眩しそうな目つきをし、ちょっと口ごもった。まあ、大丈夫だろう。それからポつりと言った。あの老人は気の毒な人らしいな。 石沢はいぶかしそうに目を細め、木兵衛は顔を背けながら、急ぎ足に去った。それは正月下旬のことであったが、2月に入って間もなく、木兵衛は石沢家へ夕げに呼ばれていった。泉住との祝言が近づいたので、その打ち合わせもあり、木兵衛は珍しく上機嫌に酔った。そのうちにふと、彼は急に首を垂れながら、かわいそうな人だ、 とつぶやいた。言葉は簡単であるが、心からにじみ出るような、感情のこもった口ぶりで、石沢は思わず彼に振り向いた。そして、彼が誰のことを言っているか、すぐに理解した。おい石沢、喜平は顔を上げた。江戸屋敷に時岡八郎兵という足軽がいたのを覚えてるか。知らないな、計算、と気平は石沢の妻に呼びかけた。 酒をもう少し頼みます。京波夫の顔を見た。石沢がうなずき、京波立って行った。その時丘という足軽だが、と岐阜は続けた。もう六十くらいの年寄りで、妻もいたしせがれ夫婦もいて、貧乏なもんだから何かの内職をやっていたっけ。お前は庭番だの足軽だのと、妙な人間ばかり知ってるじゃないか。その年寄りが若い時、 と、キベ衛は構わずに続けた。もらって間もない女房が、同輩の足軽と密通している現場を見つけた。二八郎兵衛は怒った。まだ若かったし、新婚の妻に裏切られたのだから、母体が消えてしまうかと思われるほど絶望し、怒った。しかし彼は思案した。たとえここで二人を殺しても、自分の面目が立つわけではなし、 死んでしまう二人には一瞬の苦痛しかない。それよりも生かしておいて、じりじりと長い時間をかけ、自分の受けた絶望と苦しみを二人に返してやろう、と決心した。そこで、現場を見たぞ、という意味を二人に悟らせただけで、何もせずに放っておいた。一年経ち、二年経った。二人の関係はその一度だけだったらしく、 妻は哀れなほど従順に身を包んでいたし、相手の男はやがて出奔した。八郎兵衛は妻を許さなかった。けれども三年目に女の子が生まれ、一年置いて男の子が生まれた。私は今でも妻を許してはいません、と八郎兵衛は俺に語った、喜兵衛は言った。娘は嫁にやりましたし、せがれにも妻子ができました。 貧乏だけはどうにもなりませんが、まあまあ平穏無事に暮らしています。どうしてだ、と俺は聞いてみた。殺そうと思ったほど憎み、今でも許せないというのに、それでなおこんなに長い間夫婦暮らしができるのか、とね。すると八路兵は答えたよ、人間とはそういうもののようです。どんなに激しい憎みでも、憎むことだけでは生きては行かれない。愛情だけで生きることができないように、 一つ感情だけで生き通すことはできないようです。石沢が何か聞き返したように思い、き兵いは首を振った。いや俺は、と彼は言った。その年寄りのことが言いたいんじゃない、重野さんが今どんな気持ちでいるか、六十二手の届く年になって、感動した宝刀息子のことをどう考えているか、ということが言いたいんだ。石沢がまたぎ十郎のことで何か言った。 よく聞き取れないので、面倒くさくなり。もういい、義重なんか知ったことか、と言い返したが、そういう自分の声で目が覚めた。困った、酔いつぶれたな。そう思って頭を上げると、枕元に暗くした安丼があり、自分は寝巻きになって、ちゃんとヤグの中に寝ていた。確かに石沢と話しているつもりだったが、いつか帰って寝たものらしい。 話し終わってから帰ったのか、それとも酔ったので話し終わらずに帰り、夢の中で話し続けたものか、まだはっきりしない頭ではどちらとも区別がつかなかった。そんなに酔ったのかな、彼は腹ばいになって水を飲もうとした。だらしのない奴だ。そして急に口をつぐんだ。勝手の方で人声がし、誰かドタバタ暴れる音と。義十郎だ、とわめくのが聞こえた。 夢の中で石沢が言ったように思ったのは、実は勝手でわめえたその声だったのだろう。騎兵は荒々しい物音とそのわめき声とで、はっきり目が覚めると同時に、何事が起こったかを悟り、すぐに立ち上がって着替えをした。勝手では過木のジ兵が、一人の男とも見合っていた。脇に置いてある主食の光で、兵衛はまず男の様子を見た。 年は三十万二十三、痩せた貧相な顔に髭が伸び、酒焼きも伸びていた。揉み合っているうちに木崩れたものか、島目もわからないような古布のこの前が裸け、平べったい胸や晒し木面を巻いた腹があらわになっていた。俺がこの家の主だ、とキベ衛は呼びかけた。その方は何者だ。男は花木を押し放した。主だって、と男が言った。 嘘をつけ、これは俺の家だ、これは茂野家の控え屋敷、俺は茂野義十郎だ。江戸の深川でこういう男と喧嘩をしたことがあった。三年か四年前、新大橋の田元のところだったな、と木兵衛は思った。何の話かわからないが、とにかく上がったらどうだ、と木兵衛が言った。人命通してやれ、しかし旦那様、心配するな、 と、キベ衛は過木にうなずいた。俺は大丈夫だから通してやれ。そして彼は寝前戻り、あんを持って客間へ入った。男は家の中を知っている様子で、過木の先になってやってき、床の間を背にしてあぐらをかいた。男のむくろから汗と赤と、強い酒の匂いとが入り混じった、胸の悪くなるような臭さが漂ってき、我知らずキベ衛は顔をしかめた。 おい、酒があるだろう。男は振り返って、襖を閉めようとする花木に行った。冷やでいいからあるだけ持ってこい、あるだけ持ってくるんだぞ。持ってきてやれ、とき兵いが言った。魚はいるまい、酒も大きいのがいいだろう。花木は去った。話はわかるらしいな、男は汚い歯を見せて嘲笑した。俺様と同様。 江戸では道楽者で通ったそうだから、野暮な人間じゃねえと思った。おめえのことはすっかり銀済みだからな、下手に格好をつけようったって無駄なこったぜ。要はなんだ、ときべえが聞いた。せくなよ、今酒が来るんだろう、男はボリボリ頭をかいた。もう一つ断っておくが、おめえ俺の命で大きな面足ちゃいけねえぜ。おめえは俺の屋敷を取り、 俺の言い名付けまで横取りしたんだ。言い名付け者の方はまだこれからだろうが、噂によると祝言の日取りまで決まってるらしいからな。大きな面足ちゃいけねえ。さもねえと高いものにつくぜ。家木が酒とっくりと盆を持ってきた。盆の上には何かの佃煮と漬物の皿、それに腕の蓋の二いある酒きが乗せてあり、奇兵衛がうなずくのを見てから家木は去っていった。おめえやらねえのかい 男はすぐに酒を取り、とっくりを持ってみながら言った。俺のような人間と飲むのはいいやか。今夜は少しやりすぎたんだ、いいから一人で飲んでくれ。大きなことを言うない、午後をとっくりに七分目もありゃしねえぜ。男は酒を置き、とっくりの口から直に飲んだ。喉の骨が上下に動き、喉でごくごくと音がした。悪かぁねえ。 と言って男は大きく息を吐いた腹の焼ける時には冷やに限るってな、むくろの隅々まで染み通るぜ。憎みや怒りの中だけでは生きられない、と喜兵衛は心の中で思った。時が経つうちには、どんなに深い憎悪も怒りも、和らげられ、癒されてゆく時岡八郎兵衛が現にその事実を見せてくれた。重野さんもそうではないだろうか。 60歳近くなって養子も取らないのは、いつか我が子が帰ってくる少年が治り、侍らしい人間になって帰るだろう、そう思って待っているのではないか。感動した時の怒りや憎みはすでに和らいで、ただ我が子の帰るのを待っているのではないだろうか、そう考えて八郎兵の話をしたのだが、そうだとすると間違いがなかった。これでは帰ってこない方が良かった、と喜兵は思った。 俺がこんな人間になったのは、俺のせいじゃあねえ、わかるか、と男は喋っていた。おい、聞いているのかよ。男はさっきから饒絶っていたのだ。聞いている、とキベ衛は答えた。人間派な、宇治より育ちっていう、男は手の甲で口を横なでにした。親の育て方次第で良くもなれば悪くもなるんだ、そうだろう。 俺の親はなっちゃなかった。てめえたちには一粒種だから、可愛くって大事な子だったろう。まるでアメンボウのように甘く、わがままのし放題に育てた、小言を言うのも腫れ物に触るような安兵式だ。そんな子って子供が満足に育つ勝ってんだ。男は指で佃煮をつまみ、口へ放り込んで噛みながら、とっくりへ口を当てて飲んだ。ご覧のごとく、と男は片手で胸を押さえた。 ほら、ホラーこんな人間になった、牢屋の飯こそくはねえが、盗っと同様なこともし、女を売り飛ばしたことも五度や六たびじゃあねえ。大阪で鳩場の出入りで、人を二人殺めたことさえあるんだ。そして急に声を潜め、キベイの顔を覗きながら言った。おめえ、人を殺めるってことを知ってるか。自慢されたのは初めてだ、とキベイが言った。もう要件を持ち出してもいいだろう。 金五十両、と男が言った。あさっての朝までに都合してもらおう。どういう理由だ。この屋敷と泉の娘の白銀だ、と男は言った。俺はこの城下へ半月名に帰ったが、ここでもまた町芸をやらかして吹けなきゃならねえ。町にも居所がねえから、剣の屋代に隠れてるような始末だ。あさっての朝までに金五十両。それでおめえも厄介払いができる。 安いもんだぜ。藁時代として小粒一枚、それ以上はビタ一文も嫌だ。小粒一枚、と、一分か。ゾウ代には多すぎるだろう。おいおい、男は平方の裾をまくって、裸になって膝頭を叩いた。おめえ俺の言ったことを聞いていなかったのか、俺はくすんゴブの義重と言って、街道筋に人相書きの回っている男だぜ。 五十両とは急場だから負けたんだ。取る気になれば百両、二百両でも取ってみせるぜ。面白いな、と気兵衛が言った。できるなら取ってみろ。男の顔がきっとこわばり、唇が一文字になった。気兵衛はムクの筋を緩め、さあ来い、と相手の目を見つめた。すると男は歯を出して笑い、裸の膝を叩いて。負けたね、と言った。し いい呼吸だ、負けたよ、男は卑屈に笑ってとっくりを取り、それを口へ持って行きながら言った。さすがに江戸育ち、本場で鍛えただけのことはあるぜ。とっくりの口から飲むと見えたが、いきなり肘を返してとっくりを投げつけ、騎兵がたいをかわすところへ飛びかかった。かなり酔っているはずなのに、その動作は的確で素早かったし、飛びかかるとき右手で相い口が光った。 騎兵は投げられるとっくりは見ずにその相口を見、自分から仰向けに倒れながら、突っ込みんでくる相手の利き腕を掴み、足を跳ねた。男は騎兵の上で門取りを打ち、投げ飛ばされた勢いで障子の際まで滑っていった。跳ね起きる隙はあったのだろうが、あまり綺麗に決まったのでぼっとしたらしい。気がつくより先に、騎兵が馬乗りになっていた。 貴様は人間じゃない。奇兵衛は合口をもぎ取って投げ、片手で男の首を押さえながら、片手で顔を殴りつけた。畜生にも劣ったやつだ。彼が殴るたびに、男の頭が右へ左へと揺れ、唇が切れて血が出た。わかったよ、おめえは強いよ、男はなだめるように言った。俺の負けだ、みっともねえからもうよそう。貴様などに物を言っても無駄だろうが、 よく聞け。奇兵衛は男の喉をさえた手に力を加えながら、言った。貴様は親が甘く育てたからこんな人間になったと言った。厳しく育てれば厳しすぎたと恨むだろう。臆病者、卑怯者はみんなそれだ。自分で悪いことをしておきながら、その責任を人に背負わせようとする。何より恥知らずな、汚らしい卑劣な根性だ。男の顔がどす黒く膨れ。 眼球が飛び出しそうになった。男のムから力が抜け、手足がだらっと畳の上で伸びた。木兵は喉の手を緩め、もう一つ平手打ちをくれてから、男を離して立ち上がった。汚らわしい奴だ、と貴兵衛は言った。出て行け。男は喉を撫でながら咳をし、仰向きに伸びたまま貴兵衛を見た。すると、と男はしゃがれ声で言った。 五十両はダメか。出て行け、と貴兵衛が言った。たった五十両、安いもんだがな、男は咳入り、喉を撫でながら、ゆっくりと起き直った。おういてえ、喉仏が潰れるかと思った、おめえを恐ろしくつええんだな。貴兵衛は黙って立っていた。コートは知らなかった、どうやら相手を間違えたらしい、おめえなら話はわかると思ったんだが、おう。 と男は奇兵衛を見て、わざとらしく首をすくめた。そんなおっかねえ顔をするなよ、足が震えて立てなくなるじゃねえか、今すぐに出て行くよ。男は掛け声をして立ち上がり、大げさによろめいて、また喉をなでた。しようがねえ、もう運の月だ、男はため息をついて言った。じたばたしても始まらねえから親父の名を出すとしよう。兵はなお黙っていた。 感動されても毛は繋がってる、と男は続けた。当藩の家老、重の兵庫の子だ、義重郎だと素性を明かせば、まさか奴らも手は出せめえ、これからは重の義重郎を看板に、大手を振って歩いてやるぜ。この城下のことはそれで済むかもしれない。だが街道筋に人相書きの回っているという、京情の方はどうだ。きっと残った。 新兵しなさんな男はせせら笑った。どうせいつかはお仕置きになるムクだ。この土地でお縄になれば親の名に箔がつく。泉の娘にも箔がつく。何しろ子供自分からの言い名付け者だったからな。おめえも嫁にも礼会があるぜ。騎兵は躊躇なく腹を決めた。貴様の勝ちだ、と気兵は言った。兜を脱いだ、金は都合しよう。五十両だぜ。 あさっての朝早く、剣八万へ届けよう。ただし、金を受け取ったらその足で浄化を立ち退いてもらおう。その約束ができるか。口約束でいいのか、男はまた嘲笑した。それとも証文でも書こうか。約束も証文もいらない、立ち退くか立ち退かないかだ。金を見てからだな、男は周りを眺め回し、落ちている相口を拾った。じゃあ、 あさっての朝、待ってるぜ。田元から鞘を出し、合い口を収めて懐へ入れると、汚い歯を出して笑ってみせ、痩せた肩を突き上げながら、勝手の方へ出て行った。騎兵は立ったまま、裏戸の開いて閉まる音を聞き、それから、ジンベエと花木の名を呼んだ。家の中はしんとして、答える声も、物音も聞こえなかった。彼は安闘を持って、 寝前入った。明る朝、気兵は過牧に向かって、昨夜のことを口外するなと、固く命じて途上した。石沢に相談しようとも思わなかった。相談することはない、手段はたった一つなのだ。気兵は胸の中で怒りを育てた。怒りが少しでも軽くなったり、決心した気持ちが鈍ったりすることを恐れ、絶えず義十郎の言葉や態度を、 こと細かに思い返していた。石沢の言ったことは本当だ。彼は下城しながらつぶやいた。茂野さんはこの育て方を後悔して、俺には必要以上に厳しくしたんだ。不器用な人だな。正直すぎて不器用な人だ。育て方で人間の性分が決まるなら、世の中に悪人なんかでやあしないのに、うん。俺を言いているというのも本当らしい。多分俺が、 あいつのようになることを恐れたんだろう、いい人だな。案内父親を持ちながら、とまた彼は呟いた。人でなしめ、と言って唾を吐いた。きれいにヘンをつけてやるぞ。その夜、騎兵は差し替えの刀を出して、手入れをした。常の差し量は使いたくなかった。犬を切るより毛らわしい、済んだらそのまま捨ててしまおう、と思っていた。 花木に起こす時刻を告げ、彼はいつもより早く寝前入り、何も考えずに熟睡した。翌朝、花木が知らせに来る前、き兵はもう起きて着替えをし、井戸端へ洗面に出た。東は知らんでいるが、辺りはまだ暗く、地面は霜で白く覆われていた。洗面が済むとすぐに、ちょっと歩いてくる、と言い、食事をせずに家を出かけた。 鶴岡までは約20丁ある、町はまだほとんど眠っていたが、農村から車で野菜を運ぶ農夫たちが、霧の中を近づいてきてはすれ違っていった。空が明るくなるにつれて、霧が濃くなり、鶴岡の下まで行った時には、丘の樹立も見えなかった。八幡社へ行くには五十段の石段と、その先は稲妻型になった坂道を登らなければならない。 その左右は苔のついた崖で、わずかながらいつも水が湧き出ているため、石段は薄く氷に覆われて、キベ衛はそこで三度も滑った。おい、しっかりしろ、と三度目に彼は下打ちをした。だらしがねえぞ。石段が終わって坂道になった。勾配は緩やかであるが、赤土のその道は下柱が立っていて、浮いた土がセッタの裏に粘りつくため、 歩くのにひどく骨が折れた。はじめに左へ登り、次に右へ登る。その似た曲がり曲がったところで、き兵衛はさっと刀へ手をやりながら、立ち止まった。上から降りてくるものがあった。義重ゅうか。そう思ったのだが、霧の中を降りてきたのは茂の兵庫であった。き兵衛は口を開き、兵庫がよろめくのを呆然と眺めていた。 極めて短い時間だったろうが、兵庫の姿が夢の中で見る人のように感じられたのである。だがすぐに、キベ衛はそっちへ駆け上った。下柱のために滑って膝をつき、立ち上がってまた膝をつき、両手も泥まみれになった。兵庫は彼の見ている前で倒れ、低いうめき声を漏らした。二十尺にも足りない距離を、キベ衛は泥まみれになりながら、 ほとんどはうようにして登った。ぼかろう、と彼はあえぎあえぎ、兵庫を覗き込んで呼びかけた。どうなさいました、ごかろう。済ませてきた、と兵庫が歯と歯の間から言った。俺は自分の手でやりたかった、人の手にかけたくはなかったのだ。騎兵はぎゅっと顔をしかめた。兵庫のむくろから血の匂いが立ち、見ると、脇腹を押さえている手が赤く染まっていた。 傷を見ましょう、とキベイが言った。大丈夫、深手で,ではない、と兵庫がしっかりした声で言った。あの臆病者は、霧の中から飛び出してきて、いきなり刺した、深くはない、急所も外れている。バカな奴が、俺だと分かったら、震え出して、人違いだと言った。血を止めなければいけません、傷を見せてください。医者を呼ぶ方が早い、 こうしているから、すまないがババ脇の言う席を呼んできてくれ、一緒に籠も頼む。しかしお一人で大丈夫ですか兵庫は微笑まして見せた。次なが、神兵を叱ってはならんぞ、彼は俺の申し付けを守っただけだ、いいか。やっぱりそうだったのかと思い、キ兵は、はい、と答えて立ち上がった。あの臆病者が、と兵庫がつぶやいた。震えながら、 人違いだと言った。哀れな奴だ。兵庫の固くつむった目尻から、涙のこぼれ落ちるのを、姫は見た。彼はすぐに顔を背けて、滑りやすい道を降りていった。そこ本、山本周五郎全集第二十九を3アスナロー、新庁社。1982、昭和57、年6月25日発行。書出、オール読み物、 文芸春秋新社。1960、昭和35、年3月。定本は、物を数える際や地名などに用いる。が、句点番号5-86を大ぶりに作っています。入力、特定非営利活動法人春風。構成、北川松追。2022年10月26日作成。 青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、https://www.auzora.gr.jp スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。